こんばんは、こんばんは、こんばんはと。こんばんはと。よいしょ。変えてないよー。ピスピス結婚してアフカですね。豊中のひろさん、ありがとう、キッキ。なんかちょっとなんかさ、さっきから腕がさめっちゃ痛いなと思ったらさ、私今寝てたんですよ。寝ててなんか腕痛いなって思ったら、あのハッピーセットのおもちゃつけっぱでした。ちょ、これ取れないよね。痛い、これ取れない、一生これで暮らすかも。取れた、ハッピーセットのおもちゃつけっぱだった。痛い。こちらですね、ハッピーセット。自分の私服ロックだったそうだよ。強そうでしょこれ。エアディさんかっこいい、かわいいもありがとう。元気さん結婚して、そうか、エノズリーですね。お祭りスペイビはどうだった？なんかめっちゃ楽しかったんですけど、最後になんか順位発表みたいなのがあって、なんか10位から発表するんですよ。なんかめっちゃ祈ってたら、みんなでさすがに1位かなって思ったけど、祈ってたら10位、北沢チーム北沢みたいな言われて、なんかちょっとよく分かんなかったです。それだけよく分かんなかったです。早期は青いマークにしたよ。こんばんは、なにありがとう。やばい、くしゃみ出そう。それな、ゆうなんからなの、これゆうなにおすすめ。うん、違う、そう、ハッピーセしました。でも私あの結構日常でハッピーセットを頼むから、なんかそう、今日だけ頼んだわけじゃなくて、いつもハッピーセット頼んでる割と。でもハッピーセットとチョコパイ食べた、三角チョコパイ食べました。あのチョコ味食べた、お芋の方じゃなくて。やっほー、お疲れ。みきみきさんありがとう。どうでした、ありがとう。福田結婚して、うん、福田みきさんありがとう、うん、ちょっとよくわかんなかった。なゆかりさんありがとう。はるおさん、みきみきさんありがとう。そうハッピーだった、やっほー。うん、くしゃみが出てしまいました。そうメイクポッチはなんかリュックにあった、リュックに。1位との点差どれぐらい？でもめっちゃひーちゃんがなんか自分の席からスコア表みたいなのがあって、ひーちゃんのねやつ見えるんだけど、ずっとめっちゃ高くてびっくりした。三角チョコパイ食べたよ。なんかゆいなとボーディングでスコアが勝ったら三角チョコパイおごりにって言って、あのまあまあと負けました。今日ありがとう、こちらこそありがとう。投げ方むちゃくちゃだったね。やばい、おもろい、ちょっと後で聞こう。そうゆうなもそうなのってなった、知らんかった。なるほどね、あのシークレットゲスト楽しかったね。そうハッピーならいいんだよ。そうなんか私なんかサインどこに書いてっていうのをなんか言われなくて、なんかどこでも書いていいのかと思って、まひなさんの下に書いたらなんかああみたいになっちゃって、あのスタッフの人が「あえ間違え場所間違えました?」って言われて、言ったらなんか「あここにもう一回書き直してもらって」みたいになって気まずかった。ちょっと私だけ2個もサイン書いてしまった、意味わかんない、2人いるのかなみたいな。わあさんありがとう。じゃまこさんありがとう。でもひーたんが上手そうだったのも見えた、可愛い、やった。そうゆいたのチームにプロなんかマジプロの人いたよね。やったからヘリコプターさん、ひらさんありがとう。顔の半分そんなことはないんですよ、レーダーに見えた、そんなのはちょっとおかしいと思う。ゲーム社 いる説は結構ある。ほんまに気まずかった。ちょっとサイン取ったの？いや取った、やばい。こんばんは。
でも結構みんなの前でさ私服着るとかめっちゃ久しぶりだったけど、話し会もリアルはさ結構最近は衣装ってかなんか着るの決まってる系だから、うん、27日話そうねお仕事した、あれ大変だ、ボーリングだから、みんなでも私のチームはボーリング練習したって言ったら誰も練習してなかった。こんばんは、察した、あやばい、察しられてしまったね。そうみんな優しかった、なんかありがとうこんばんは、みんなめっちゃ久しぶりって言ってて、でもボーリング楽しかったからまた行きたい、みんななんか個人的にってゆいなと話してた。え、でもめっちゃうまい、なんかさ、なんかボールが全部重くて、一番軽いやつをね使ってやってたんだけど、なんかもうそれすらも重くて、えと思って、マジでなんであの重たいボールを持てるっていう時点でやっぱ本当に偉いと思う。月がマシマシに素晴らしいですね、やっぱりね。なんかいや、おもろかった、本当におもろかったのが、あの私がさ、あの浴衣祭りの時に配ってたさうちわがあるじゃん、で私が結構あのなんていうの、ガーターなんか落ちそうにボールがさ、で、あのこの横のとこにさ行きそうになったらこうやってさ仰いでさ風でさどうにかしようとしてるのがほんまにちょっとおもろかった。手首でも全然なんか手首痛める感じはせんかった確かにね、写真とかね撮れたらよかったねいちごやっほん、そうほんまに面白かったそう頑張って仰いでるの、ちょっと風あと100枚ぐらいいるよって言ったでもさ、なんかボーリング場なんか結構ガヤガヤしててさ、声がさ通りにくい声してるからさ、全然なんかさそう話せなかったっていうか、話してはいるんだけど声が通らなくてさ、ちょっとねそこだけあれだった。出張してきた、え、でも上手そうだった、ボーリング、そう優しかったいやでもあの風で変わってた可能性は結構あるから、まあ役には立っているということで、結構あのいい風だったね。え、なんかグッズ幽体離脱の MV のグッズみたいなのがそう販売してたらしい、今日多分新しいグッズなのかな買った、みんなそうみんななんかそのチェキとかなんだアクスタとかそう置いてた、机の投げると聞いてた、そうでもめっちゃ楽しかったから、まあ関係ないんですよ、定義なんていうもの、本当に聞いて、どうした、幸せな時間だったね、そうだよね、うん、あ、イスするな、マックスタ買った、あ、買ったの、集合してる、集合写真みたいなやつ、こんばんは、35点、そうなの、え、あのマックスタね、私も欲しい、買おうかなって思って、え、でもさ、そう席によってさこう見える範囲があれだから、リアチューとかさユーナンとかかなう、結構なんていうの、名前順で前の方の人たちがどういうさボーリングしてるか見えんかったからさ、そう気になるね。え、そうかなうのところはみんなコーラ飲んでたって言ってておもろかった練習したのか、天才、こんばんは、こんばんは、ユーニャンの目のクリクリの可愛いマネージャーさん目がクリクリのマネージャーさんそう、目がクリクリのマネージャーさんいるよね、かわいいよね大好きコッティ、ヤッホーそう、またボウリングしたいんだ、だから確かに他にね遊ぶことがあるからあんまりボウリングとか行かないのかな、行いが日頃の行いが爆上がりしたので結婚して
すずさん結婚して、うん、ちょっと電波悪くてそう、なんか今日ファンの人がずっとなんかこれなんかめっちゃ難しいさ、ボーリングって2回投げるじゃん、1回目でなんか変なさ、こことこことここみたいになった、なんか倒しづらいじゃんめっちゃ、そしたらこれがこれ倒したら結婚かもしれないみたいな、なんか言ってんのずっと、ほんまに面白くて、だからちょっとなんかちょっとテンポ悪いなって言い続けた爪どうしたのかな、お尻が横にいると的に投げられない、確かにね緊張するよね。でもそのうちはなんかネトうちは持ってたって言ってた。あそうなの、本名がニックネームに変えたけどよかったよかった、そうなんだね、飛んできました、飛んでこないでください、風邪気味、うん寝てたからだと思う、これはなんかねさ寝落ちしてる時も結構寝落ちで3時間ぐらい今睡眠しててさ、今日さ2時間ぐらい配信しちゃおうかなとか言ってたんだけど、めっちゃさ寝てしまって普通に無理だった、お持ち込むの忘れてたのファンになりそうだった、ファンになりそうだったニューポン、いちごちゃんはね50、51か2、52、1、どっちだったっけ、誰か覚えてますかって言ったのそう寝てたの、お風呂入りたいね、ライリーさんありがとう、明日はねゆっくりできそうだから、でもゆっくりしてる場合ではないのかもしれない、覚えなきゃいけないことがいっぱいあるよ、頑張ろう、ゆうなより高い本当そう、でもみゆぽんもめっちゃ低かったって聞いたよ、ラエリーさんありがとう、笑ってたあ、違う違う、ほんと52だったか、ゆうさんハートありがとう、52でした、52どうなんだろうね、なんかさ大体の平均点みたいなないんかな、その女性の平均点みたいな、こんぐらい取ったらすごいよとかあるんかな、明日腕筋肉痛になるよ、え、でも私重たいボール持ってないからそんなならなそうなんだよね、結構まさきさんありがとう、ケーキこんばんはね、あとめっちゃ面白かったことがあって、そのなんかチーム対抗で1位がひーちゃんのチームだったの、ひーちゃんのチームで、そしたらなんかそうひーひーきーみたいな、結構あれが巻き起こっててほんまに面白かった、100点超えたらすごい、あそうなんだ、今日そう今日ね塗ってたリップがね、あのりさこにタンズプレで去年もらったやつで、なんかそう学園に戻ったら唇の色がなくなりすぎてて面白かった、なんかもう真っ白になってて唇80だった、でもやっぱさ上手なんかなって思う、なんかさ近くでなんかわーみたいな盛り上がってたらさ、なんか気になっちゃうじゃん、誰がめっちゃすごいなんかボーリングですごいこと起きたのかもしれないって見たら、そうその方やった、そうひーちゃんすごかった、かずのりさんハートありがとう、最後めっちゃ面白かった、ひーきーみたいな、すごい面白かった、ちょっとお茶飲みます、うん覚えてる、聖地巡礼でマックに行ってみました、やばい早すぎ、こう やるね行動が早いな、ゼルベロのありがとうケーキ、そうリサカのやにもらったやつ塗ってた、 The old のやつ、そうマジ強かった、ゆいたの連にいた方、ゼルベロさんありがとう、ラブリーさん結婚して、ちょっと不可ですね、そう今日はねお昼なのかな、一応お昼なのかな、わかんない、午後ぐらいにマック食べました、ハッピーセット、であとチョコパイも食べた、そうなんかあと名前順だったから隣がサッチーだったんだけど、サッチーめっちゃ最初の方もなんかずっと0点だの、ずっと全部サッチーが投げたボール全部なんか横に行くよ面白かった、負けてたんだ、マーさんありがとう、サッチーがもうずっとやばいやばいみたいになってて、そう
投げるタイミングがさ一緒になった時にサチがやばいやばいマジガーターネキガーターネキって言ってた面白いよね、ガーターネキすぎておもろかった。難しいよねあれね、結構難しかったね。やばいマジ楽しすぎた、もう一回行こう絶対。なんかね3時間投げ放題な何千円みたいな書いてあったよ、学生は何千円みたいな、学生めっちゃ安かった、もう学生じゃないや自分はって思い知ったこんばんは。そうガーターネキだった、私も結構ガーターネキだったけど、私はあの滑り台ちょっとやろうかと思って、ボールがねめっちゃ右に行くんだよね、なんかわかんないけど、だからめっちゃ左から投げたらいいのかなって思って左から投げてた。学生制600円、やばい学生になろうかな今からそのためだけにリア充滑り台使ってたの、そうだな東京3000円するのありゃ。なんかでもさこうあの埋めるやつがさ出てきてたのって聞いたよ、コッコありがとうケーキ2期あこれシュークリームありがとう。なんか最近さめっちゃ甘いものが超食べたくなるんだよね、なんか昔高校生ぐらいの時は結構マジで本当に毎日のように甘いものバク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 食べてて、でも広島に来てからそんなこと全然なかったんだけど、なんかもう最近やばいめっちゃ甘いもの食べたいってなる。あ守りたいこの笑顔、うっち守りたいこの笑顔ありがとう疲れとるとかな、やっぱそうなんかな、でも疲れ具合で言ったら絶対もなんか前の方が疲れてたはずなんだよね。ピスピスありがとう、食欲の秋だから。確かになんか私最近さ顔がさあの骨ってきてて本当にやばいから、もういっぱい食べなきゃいけないって感じ。こうやってヤッホー、なんかさ本当にさ体重が減ると顔面の肉がからさそぎ落とされていくシステムほんまに NG。うちありがとうありがとう、こちらこそお疲れもありがとう、こちらこそお疲れだよ。可愛かったあの小物がめっちゃいちごで花タワーもありがとう。ポンさんとチューさんに遭遇した、野生のやばい私もねちょっとあのゲーセンに行った時にやばいこれ誰かに見られるかもしれない、やばいゲーセンに行ったとか言ってしまったやばいやばい間違えた、嘘じゃないけど、うっちありがとう、タマ使ってるから間違えた間違えてないんだけどね。そうちょっくらねやってしまったんですよね。そうだよ顔の肉でもさ人によるじゃん、なんか痩せたりとか太ったりしたらさどこにさお肉がついていくかみたいな。私マジ顔面なんだよね、なんか顔面とこのあばらのところこのさあわらのところがもうめっちゃ骨、今骨なんだよめっちゃやばいんよガチ、太らなきゃいけないけど、もうご飯が食べれないので私はご飯を一人前食べられなくて本当になんか 0.78 人分みたいな、なんかそういう人は何回かに分けてめっちゃ食べるといいみたいな。お、たらいこぎ見た？やばいやばい、もう行かないから今月。今月はゲーセンにもう来ないからねーする。もう来ないからねー。もう来ないからねーって感じ。ね、ハロウィンだったね。こんばんは。ボディなんだ？バッグかな？え、カバン？すごい。本当にやばいな、なんか今日集合写真撮ったのよみんなで、えなんかここの骨やばくないってなった。いやそうなんよ、だからもう私ご飯食べたいけどご飯みんな食べさせてもらっていいですかみたいななんかあのクラウドファンディングしようかな、北沢いちごにご飯を食べさせるクラウドファンディング、なんかその達成条件みたいなのはなんか5キロ太ったら達成みたいな、その過程をあの毎日配信で公開みたいな
お話し会プロテインやるよね、飲もう。え、かわいいよね、これ。買った？どこに売ってた？これマジかわいくない？こうキラキラしすぎて多分もう見えないと思うんだけど、マジキラキラしてるの、こっちか。キラキラしててね、私光るもの大好きだからね、これマジキラキラで買っちゃった。また来るからね。もう行かないからね。もう来ないからね。もうこれはね、昨日なんかあの後に2時間ぐらいかなやったけど出なかったの。全然もうこなんか来てくれなくて、なんか辛かった。キンヌさん、ラブリーさん、ラブリーさん、ありがとう。監視してもらう。米一粒から、いやちょっと米一粒は厳しいですね。なんかあれ結構いいねって食べて、でも私結構あの一人前を食べれないから、あのもう食べられないって言っていいのに食べてもらうんですよ。そういうところですよね、本当に。耐えてるとここが、あ、NG ですね、クラウドファンディング。クラウドファンディングの返礼みたいなやつは、あの、あ、顔面のあの顔面のお肉付きの家庭公開スペシャル。食べた栄養どこに行ってるの？多分なんか慎重に行ってるのかもしれない。なんか縦にさ伸びるよね、食べても。困ります。眩しいでしょ。豆乳とかフルグラどこで買ったの？これはね、島村で買った。可愛いでしょ、これ似合ってる。ワードさん、ありがとう。使ってくれない？そうなの。ヘアクリップ、そう、かわいいんでしょ、送って。じゃそう、こっちだってね、痩せたくて痩せてるんじゃないんですよ。こっちだって太りたいんですよ。マックは行く。マックはでも食べるとか、なんか別に食べれるよ、食べれるときは。許す。こんばんは。縦伸び、でも身長1センチ伸びてたっけな。この辺で尽きるの取れそう、これ動いたら取れそう。お肉食べたい。じゃクラウドファンディングでしたら、あのお肉コースっていうのを作って、あの焼肉食べ放題に1回行ける金額みたいなのを、あの一番上のプランにする。名古屋の公園通魔王園にいちごパン、いいね。なねさん、ハートありがとう。パン食べたい。聖地早めに教えて。いや教えたいんですけど、こっちもなんだフェスの公式さんが多分載せるから、先に載せるのは良くないかなって思って、あのフェスの公式さんが載せた後に載せようかなって思って。なんかでも私なんか結構めっちゃ送っちゃったんよ。十何個とか送っちゃって、その他のアイドルさんのやつなんか3つとかだったら多分絞られるのかもしれんけど、だからそれに乗らなかったやつをまた個人的に載せようかなって思う。だからそれ待ちなんですよ。だから早めには教えられません。ちょっと申し訳ございませんでした。ポテチとかマジ食べてる、めっちゃ食べてるんですけど、ちなみにあのゲーセンで取ったりするからめっちゃ食べてるんですけど、はい、院長。カバン、ポーチもだったな。ネックレス、ブレスレット、靴下ね、めっちゃイチゴだったもん。なんかさ、髪と思ってる、うん、髪にさつけてるのもイチゴだった。2m やばい。身長変わらん。スイッチさん、ハートありがとう。10kg はやばい。そう、フェスの公式さんが多分載せてくださるから、そう、それが終わったら個人的に載せる。でもなんか結構さ、でも分かんない、乗るのが何回か分かんないから結構分かんないんで、食べたいんですけど、ね、今日傾いてないね、確かに。そう、ゲーセンで撮る。ヤナシの特集番組やってたけど、ネクタイの生産が日本一。そうなの？もうちょっと知らなかった。米食いねえ、やばい。寿司食いねえ。米食べたい、食べたいんです、こっちも。じゃあ私のその体重増加クラウドファンディングは、一番高いコースが
あ、わかった。一番高いコースが、焼肉お寿司食べ放題コースで一個下が焼肉あの寿司個人一個ずつみたいな。あとスイパラとかも行きたい。うわやばい、スイパラ行きたい。スイパラに行きたくて震えてきた今日はありがとう、マジでさ、ほんまにさ違うみたいな、マジでこんなにおもろい。で中西さんハートありがとう。あ、ヘアゴマスイカだったんだ、なるほどね。でめっちゃ果物つながり、うん、また発売開始してる。赤アフロビンゴさん結婚して、え、うん、ほんまにマジで映画って映画からもうほんまにおもろい激ヤバ集団でおもろいやな、普通にボウリング場でさそう、島村とハッピーセットビッグラブ、島村結構大好き、かわいい、やった汗すぎって書かれる、びっくりしたですよ。あ、すいません、こちらこそありがとうございました。そう、でも別にあの食べてるは食べてるんですけどね、ご飯、前髪と一ちゃんの前髪っていいにゃんの似てる、本当似てるかね。前髪切りたいんよね、今日なんか前髪変なのちょっと辛かった、切りたい顔面を太らせる回になる。なんかさ YouTube の企画とかでさ、あのダイエット企画ではなく、あので太る企画、じゃあマネージャーさんに言ってみよう。じゃあ最近体重が落ちすぎてほんまにやばいので、あの体重公開してもいいので、あのじゃあこういった企画はいかがでしょうかって今日靴下履かんかったの、その視聴者けど誰か結婚した、結婚した、待ってでも症状いいよね、パツーンで引っかかる、パツーン、前髪切りたいねーよー、昔そばにそらなかった、そうな、太ろ、体重公開、お金で、こんばんは、確かにあのお金なので、あの資金を出してもらってもいいですかって言ってお腹の音鳴る、あ今日今耳鳴ったくない、ほら、え今日鳴るわ、待って今日お腹鳴るよ、ちょっとみんな耳を澄ませてね、最大音量にして、鳴らなくなっちゃった全然違います、こんばんは、こんばんは。人よりさ多分なんか体がさ大きいからさ、縦に多分なんかあれ使うエネルギーがさ多いのかもしらん あるよねそういうの。でも今結構お腹空いてる、寝てたからなのでなんか食べるんだ、配信終わったら。愛してるスーさん、愛してる、ありがとう、本当かな、うん、素敵、うん、危険です、嘘だ、うん、スタジオあの臭いものだらけめっちゃかっこいいよね、大好き、スタロさんありがとう、これなんて、いえ、すごいじゃん。あ、ゴルフの名前出しだし、ゴルフの名前だし、あー前にキモーいってなる。ゴルフの名前出し NG 界隈。え、ねえねえ、そのさアイス食べたいやつないよ、チョコのガリガリ君でしょ、ちょっとプレミアムみたいな、ガリガリ君プレミアムみたいな、美味しかった、結構ガチで食べたい、通勤休校通過ありがとう。アイス食べたいけどさ外が寒いからさ食べようってあんまならんくなってきた、食べたいんだけど、家にいると食べたいんだけどね。あ、美味しいんや、食べよう、絶対食べて、かっこいい食べたい、アイス食べたいね。ゴルフの写真欲しい、あ、もうほんとあのゴルフの写真 NG なので、はい結構かっこいいレベルでほんまに NG、 チョコのやつ
アイスって、アイスって太るの？アイスで太ったことないんだけど、アイスめっちゃ食べても、アイスなんか箱アイスとかめっちゃ超食べてた、食べまくったけど、え、太ったことないんだけど、アイスってさ太るんかいね。あれかな、なんかミルクが使われてる系。でもそれでも太らないんだけど、私は。なんなんだ、いっぱい食べたいの。じゃあアイス代、アイス代もクラウドファンディングで。あ、今日会社で売ってたんだ。そうなんだね。ちょっと良くないですね。パセリさん、これどういうこと、何が何が、靴下も手袋もあるの、やばい。手袋もあるの、セリアのやつかね。クリーム系、バターがいっぱい使ってるお菓子いいね。マジもう本当にやばい、もういっぱい食べたい、もうずっと食べまくる。で食べて動かなかったらいいよ。でもレッスンとかあるとさ、動かんといけんけ、はあ、体力はもっと食べる。こんばんは、こんばんは。え、じゃあ今お菓子食べていい？あれあるかな、これ開いてる、これ開いてないかな、開いてるんか、これ開いてないか、これあ、どうか開いてるやつ、ね、やばい、これ賞味期限さ、いつまでだろう。見て、これがさ今大量にあるんだよ。11月17、絶対食べきれんやん。これレッスン場に置こう、絶対。これあと2個ある。ほんまにいい加減にしてもろてって感じで。あ、こっちだ、空いてるの、空いてる方あった。これめっちゃ好きなんだよね、みっちゃんたんこ。11月17は結構本当にやばいので、絶対にレッスン場に置く。そうしなきゃもう食べきれん。これはめっちゃ、これが好きな人がいるかもしれない。また賞味だからね。渡辺さんありがとう、いただきます。うんふん、24個入りが5個あります。うん、ローハンありがとう。5個はほんまにやばい、さすがに。ばらまく、確かに餅投げのさ、愛南祭でしたよ、あれみたいにばらまけんのかね。うんふん、うん、なんかいい、うまいし、ね、菓子パン太れる。うん、カロリー高そうなやつ食べる。なんかユーナに教えてもらったのがゼリー、めっちゃ高カロリーゼリーみたいなのとかあるらしいな。痛かった、やばい、かわいそう。うんふん、確かにマンシのフェスに差し入れるのは結構ある。黒弁食べてるの？うんふん、これカロリー高いんだよ。98キロカロリーある、これで。ポンさんありがとう。今98キロカロリー摂取したから、2度目の98キロカロリーを摂取していく。うん、ウィントンさん結婚して、うん、ふか、うん、うんふんふん、大谷さんがやばい高いね、見えんかったよね。だからさ、ユーナがなんかダメだった時、なんかユーナのさチームがさ、なんか最下位から2番目だったからさ、おっとってなって、まあ最下位は私なんですけど、普通に考えて。美味しすぎ、マジでこの駄菓子大好き。ね、牧材、牧材はほこぼかくで出る。うん、卵ふんなんだ。うんふん、っていうか分かん？
聞き取って。うん。うんふふ。逆にカロリー気にしてる。確かに。逆に高いの選んで。ね、リアチュー滑り台使ったのいいな。私も使いたかった。フルマさんありがとう。山口なんか行くっけ。自分山口なんか行くっけ。山口マグペうんまうまうんうんうん四国のやつ結構出ないと思われるんですけど、それに関してはいかがでしょうか。ザメさんありがとう。忘れたら赤いよって。自分出ないと思うんだけど、結構真剣にまだ発表がやってないよね。いちごチーム、でもいちごチームね、上がってないけど覚えてるよ。自分が 51かなで、100ピッタと、うわ、うん、かんコーラ300キロカロリーいいな。どんどん飲もう。言って。池袋の公園。でもまださ、誰出るか出てないからさ。なんかでも結構出ないと思われるんですよ。結構出ないと思うんですけど。2月、あ、クリコンか。オムニガクトしようかな。結構出る予定ないんですけど、どうしよう。でも出ますって言われる可能性あるから怖いよね。ちょっと、うわ、今日マネネおったんに。マネネと全然関係ない話ばっかりしちゃった。なんか関係ない野球の話とかしちゃった。タピオカめっちゃカロリー高いよね。タピオカいいよ。いちごのスコア51。でもボールが重いよやっぱ。チャーハン定食のハートありがとう。そういや全然野球の話しちゃった。ヒータンとね野球の話した。今日ヒータンだけめっちゃ冬みたいな格好しててちょっとおもろかったんよね。久しぶり、マジ小学校に3年2、3年生ぐりぐらいぐらいごぐらい、うん、子供用だよ。え、なんか一番軽いらしいあれが子供用で。受験です、こんばんは。うっちとっといありがとう。そう、5本指のやつ、高1、いちごだけに気にしてた。思った、やばい、みんな思っとったんかーい。ゴージャスな格好してた。ヒータンだけ冬めっちゃ冬すぎるやろって思って。お疲れさん、お疲れ様。あのボール小学生用なの。だからかなんか指ちょっと抜けんなとか思ったんよ。小学生用のなんか M サイズみたいな感じ。でもさ、今ちょっとさ、昨日はめっちゃ暑かったり今日めっちゃ寒いみたいなさ、だから長袖にするか迷ったけど長袖にした。外出たら寒かったから。ね、めっちゃもうバリ冬みたいだった。ヒータンがね、そうめっちゃ冬みたいって言ったら、じゃあ姫の冬何着たらいいって言ってた。これであれだなみたいな。でもあれで寒いって言ってたから。え、スタインが2つあった件に関しては結構どこに書くか分かんなくて、どこでもいいのかと思って、いや、まひなさんがいるって思って、その人に書い、こう書き始めた瞬間に、あ、こっちって言われて、あ、もうちょっと手遅れなんですがよって思って、そうしたらなんかもう一回書いてもらってって言われた。スカート、でも私も今日スカートで行った。結構迷ったけどスカートで行った。長袖なんかめっちゃボソボソになっちゃった。
強かったよね。でも平然と投げてたやばい。今日は長袖です。二人いるのかもしれない自分。草やばい、全員かいと思った。私も近くだったか、近くってかまあ見える範囲だったから強いやんってなってた。この水濠プラスヒーターでボーリング行きたい。ユーナンといい勝負すると思う。ユーナンのさ個人スコアは何点なんだろう。ちょっと知ってる人いる？あ、エナさんだわーいって書いたら、あ違うあそこって言われて、えあえ、と知らんじゃんって思って、そうちょっと許されませんでした。あそっかそっか。ユーナ46点勝った勝った。こんばんは。自分51。遠かった。次のスペイルもね、どんなことするかな。でもバーベキューも楽しそうだなって思った。先輩たちがバーベキューしてたじゃん。自分もバーベキューしたい。バーベキュー大好きだから。予想通りやばすぎ。ほんまにめっちゃアホやった。アイラさんだわーいみたいな書いてたのか、うん、ひーちゃんも46だった。え、じゃあさ意外と意外といいんじゃない。意外と思ったよりなんか いいんじゃないみたいな可能性はあるんじゃないのかなみたいな。ガンズくんひーちゃんとユーナはね結構あそこあの人のこと言えないぐらいカップルですよ。あそこスペイン関東で今日妹 いないですけどじゃああの私のお兄ちゃんでいいですか。今日はお兄ちゃんでいいですか。じゃあはいね、最初の方はね結構気にしながらやってた。こんばんは。そうひーちゃんはなんかそのファンの方がめっちゃ強かったんだと思う。でもヒータンとだからユイナが強そうだったから、そうそこを5人で行きたい。え、ボーリングって5人が普通なんかね。ご挨拶来てたらやばいやろ。アニメでいいですか。あ、腰痛に気、腰痛に気、ハートありがとう。やばい、腰痛に気が現れた。今日腰痛に気、あの腰痛を抱えながら頑張ってボールを投げる姿に感動、感動ものでした。いててて。出張はちょっとやめ、良くないですよね。はい、良くないなって思いました。腰痛日記だ。なんかもう、なんかさ名前。ニックネーム登録できるからさ、そう面白かった。ニキが現れた。ニキ。いやもっとマジで腰痛なのにボーリングするんかと思って。こんばんは。大変だって思ったけど。こんばんは。腰痛を抱えながらも頑張っていた。普通は4人なの？そうなんだ。4人がボーリングの普通？わかんないけど、普通が何か。めっちゃ哲学みたいな。普通が何かわからないみたいな。マイボール持ってる人いるの？そう、北沢界隈はね、パジャマニキと腰痛ニキがね、爆誕してる。次は何ニキ？次は君が 何かニキになるんだよ。そこにいる君がニキになるんよ。ヤッホー。あの今日のガーターネキ、あそう
サッチはガーターネキ、サッチやばいガーターネキすぎるってずっと言ってて、ほんまにおもろい。僕はツンバいきなりツンバン、なんちゃってカーブシューってやつ。あ、6人までが多いんだね。なるほど。マイボールマイシューズ持ってます。強いね。でもあんまりボーリングいかんから、までもきっかけになった、行こうって言う。田辺さんありがとう、ハート。僕はつんばいきなりつんばん、ここから先に進めない。私が今日さずっとさ、なんか僕はつんだをね、なんかランダムで曲流しながらメイクしてて、僕はつんだを最後に聞いたからね。僕はつんだじゃない、こいつにやったをね、ずっとね、僕はつんだって私はなんかみんなに感染してて、みんなもね僕はつんだ歌い出して、めっちゃ結構3人ぐらい感染してておもろかった。ミューボンチームにいた、すごガチ勢やな。あんまり多いと自分回ってくるのが遅くない、確かにね。一回あとはばかりだからドブ掃除に行く、どういうこと。あのカラーっていう接続詞があのなんか使われてない。こんばんは、こんばんは。確かに本日の一曲、謎に急に始めて急に消えていった。じゃあまた送ろうと。今日の一曲はでも声積んじゃったかもしれない。ハイスコア275やばすぎー、ガチ勢だ。コッティヤッホー、ヤッホーイ。え、ねえねえ、お話し会ってさ、ちょっと待ってね、ちょっと待って確認するね。ちょっと待ってくださいねと。登録、あ、違うね、やめて、勝手に勝手に待って。これだ、なんか黒くて見づらい、なんかこれ誰だ、これ18日、あ、違う、あ、今日があれか、あ、すいません、オッケーオッケー、何でもなかったです。ないんだから、僕は積んだいきなり積んだ、ここから先に進めない、謝るけど許してくれない、どうすればいいんだ、レビノー。ちょっと今日ね、ボーリングしてるとき、ボーリングのときさ、ファンの人が親知らず、親知らず大丈夫だよ。親知らず気にされちゃった。でもさ、ギュッて力入ると口うんってなるからさ、ちょっと痛かった。オンライン話し会だね。こんばんは、こんばんは。来週か、もう10月20日なの、やばいね。え、もうほん結構さ、時が過ぎるの早すぎてもう無理かも。気づいたら10月の20日だとってなって、やばい。これからいろんなレッスンが入ってきているので頑張ろうと思います。でも服フェスめっちゃ楽しみなんだ。みんな服フェス来るよね。めっちゃね、そう、ほんまに楽しみにしてねって感じ。オンライン話しかあと2回、早いね。須崎さんありがとう、ケーキ。クエスト山梨行きます、素晴らしい。山梨も楽しみだ。山梨
コってやっほー。てかさ、お宅帰宅した？お疲れ。山梨飲み行く？あのさ、あのさ、奈々さんがさ、岡田奈々さんがセカンドアルバムをね発売するんですよ。タンタンさんありがとう。11月に発売するんですね。で買ったんですよ、特典がついてるやつ。あのお話し会、オンラインお話し会みたいなのがついてる特典を買ったんですよ。あとオンラインサイン会も申し込もうと思ったんだけど、なんかそう過ぎちゃってて、気づいたらなんか再販の方で申し込もうと思ったらもう売り切れてしまってて買えなくて、であのなんだっけ、そうお話し会みたいなの申し込んだんですよ。なんかその日何も予定入らないといいなって思ってたら、なんかお仕事がちょっと結構ありそうで、なんかカレンダーみたいなのに入れられてて、何かがうんってなって、結構あのほんまに辛い。でもそのお話し会も抽選みたいなわかんないんだよね、よくわからないんだけど、そう、そもそもオンラインお話し会ができるかもよくわかんないんだけど、そう、もしねそれができ当たったとしたら結構辛い思いする。いつわかるんだろう、それの当落。そう、謎の力働いてしまった先に予定入れる。人生方向音痴ありがとう。頑張れか。ね、ななさん最近あのイベントいっぱいやってる。行けなくて辛い。しかもね、あのななさんにあの申し込みますって言ったけど、なんか申し込めなかった、もう嫌だった仕事の合間にどうにかなるかな、どうだろう。でもなんか5時から6時か5時、6時からかな、6時からだった気がするんよ、それがお話し会がもし当たったら。でさ、あの何の仕事かにもよるかな、でも公演だったらさ、でも公演ってでも6時半開演か、基本公演前にさ、あ今から公演なんですよみたいな、やばすぎうん、泣けば会える。いや何回泣いたと思ってんねん何回泣いたと思ってんねん。今日は積んだ、いい気なり積んだ。あ、リエッチだ、リエッチに会いたいね埼玉に行くしかないのかもしれない。てかみんなに会いたい、みんなみょんにも、リサ子にも。あ、かすみはあったからな、迷ってる時間ない、迷ってる時間ないんだからって感じ。公演前にオンライン、僕対公演前にオンラインかもしれない。え、キーに触ってきた、やばすぎ。それは激アツ展開、それはあのパワースポットすぎ。ねえリエチ頑張ってリエチ、もう懐かしい。なんかさ、何のコンサートかな、ミチさんかな、うん、なんかのコンサートの時に私結構リエチとねよくね一緒にいたんですよ。リエチがねうち泊まったりとかしてたし、そうリエチの家でね行ったり行って、なんかレッスンじゃない、ダンスの練習したりとかしてて、なんかコンサートのめっちゃ本当にあと何日でコンサート見た時に急にあの覚えないといけない曲が増えたりとかして、そうリーチと一緒にね夜な夜な覚えてね、そう一緒にねなんか蒙古タンメンとか食べたんよ本当に懐かしい。かすみおらんわ、参加する、だってこんばんは。でも逆に公演だったらさ、6時からなんだとしたらさ、もうずっと待機してさ、一番目に鍵開きしたらさいけるんじゃない。でもしあのちょっとでも時間に遅れたらあの終わる、あと待機時間30分とか出たら結構人生積む、僕も積んだって感じえね、セイパロンマジで行きたい。
レイチも公演があるみたい、頑張ってね。頑張りエチって感じ。夜な夜なイチャイチャしてないわ、しないわ。リエチはでも結構さ、うちによくいたけど、いた時はな YouTube でそのなんかアイドルのなんかパフォーマンスの映像とかコンサートの映像、ライブの映像とか見て、この曲いいねとかつって言ってた、そういう感じだった。もうリエチは結構なんかあの深い話する人だった。一緒になんか深い話っていうか、なんかあの人生についてとか、なんかそういうなんかわかる、ちょっとそういう系の話をしてたイメージがある。鍵穴やばすぎだろ。止めたことある？え、あるよ全然。なんか私んち結構もう誰でも止まってる最近はね。あの立ち入り NG なんだけど。北田さん待ち、夢子さん、違うよ違うよ、夢乗ると聞きたくなる。高い山もボルルとそれは一つじゃない、あ違うな、一つじゃない、目の前の急なその斜面選ぶ人もいる。タイミング会はエイジの原話に似てるの。でも気になるよね。あかりさんありがとう。小森で、あそう、なんか今日さ、ある意味フリフリじゃないって思って、こってやっほーね、みんな偉い。それは聞き捨てなりませんね、やばい。現れた、なんか現れた。じゃあもう一緒に行ってね、いいよね共演できた。あさきさんありがとう、これ可愛いでしょ。なんか私の今日履いてたスカートがなんか2段みたいな、2段のレースみたいなして、この上の服のレースが3段目みたいになったんよ。おもろかった、可愛い。私こういう服好きなんだよね、これがついてる服。こっそり見た。やばい、なんか通じ合ってる私のコメント欄で、ほんまにやめて。ほんまに死ぬ。A さんハートありがとう。通じ合ってるな、そこ。やっほー。そういえばユンヤは黒いベール植えるかもしれない。可愛かった、やった。こんばんは、こんばんは。最近来てない？愛の重さ見てるの？どういうこと？ドゥン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 、ドゥン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 、風に吹かれながら。ユニアと疎遠になったらどの辺がですかね、どの辺がですかね。プリキュアグッズの使い方に悩む。え、何がさ当たったの？ハッピーセット、1ミリも疎遠になってないんですけど、なんならあのもう親密レベル500万ぐらいなんですけど、あれ1個あった、私はこのブレスレットだった。体感特例さんありがとう。ケーキ違和感だぞ。57分オッケー、あと3分。ウルトラマンだ、今日も一応ついた。どの辺がですかね、棒みたいな。一番それがプリキュアっぽいよねって話したんよね、あの棒みたいなやつでしょ、あのなんか変身棒みたいなやつでしょ。やばい、そろそろランキング読もうと思います。15位から読みます。15位がルースさん、14位が人生方向地さん、13位がリキーヌさん、12位チゴーさん、11位イケビスさん、10位ミヤティさん、9位ムキミギさん、8位バードさん、7位渡辺さん、6位トンさん、5位ナチョムコさん、4位ラブベリーさん、3位スーさん、2位ヨシココくん、1位ウチありがとう、メロンパンさんありがとう。いくらと手つないでんの見た、あやばい、ちょっとバレましたか。うざすぎる、ありがとう。シーナプリキュアのままごとしてる姿を想像して今日は寝ます、やばい。
ちょっと想像しちゃったから私も。のぶさんありがとう。なんかちょっと想像しちゃった。ゼロトピさんありがとう。今日は楽しかった。こちらこそありがとう。ゼロトピさんありがとう。またねー、おやすみ。もう来ないからねー。ウィンさんありがとう。もう来ないからねー。嘘だよ、また来るからねー。またねー、おやすみ。わおやすみ、バイバーイ。おやすみ、おやすみ、おやすみ。想像しちゃしまうよ、ね、また僕体で、やばい。じゃあ僕体で振ったらいいんじゃない、そのあれを、棒を。おやすみ、おやすみ。もう来ないからね、もう来ないからね、もう来ないからね。嘘だからね、また来るからね。それと僕隊で打ち合うと一緒に振りましたらいいよ。しょうさんありがとう。バイバイ、おやすみ、おやすみ、おやすみ、またねー。バイバイ。